あれ、今回の栄冠もしかして簡単か？え、楽勝か？え、めちゃめちゃ打つやん。簡単か？お、1年目で優勝していいっすか？これか？これか、噂の守備操作減らして戦うのが一番良さそうだな。メタ掴めましたね。あ、下がんな、あ、下がんな。よし、行くか。まあ一番最初はちょっとね、全部ありでプレイしたいんだよな。迷うな。大谷世代から行くか、まあこの伝統ある稲尾世代から行くかね。今回はね、やっぱね、難易度がね、クソ高いらしいです、ちなみに。キャッチャー A、転生ピッチャーで地区敗退。それもう無理じゃん。しかも伝令出した瞬間に負けるんでしょ。情報収集しまくりながら多分戦うしかないね。じゃあ持てる全てを、鳥取に捧げるか。伝令バグはなさそうな雰囲気がある。あ、治ったのかな。第2カーブ。なんで第2カーブなの？なんで第2カーブなの？どういうこと？第2カーブがそんなピンポイントで刺さるゲームあるの？あ、まあ、でも打ち気引いたね。まあまあ悪くないんじゃない？じゃあ D。29！ 栄冠やってて初めて見たかも、29って。能力めっちゃ低いな。100一人しかいねえじゃん。いや、俺でも一応1年で優勝したことあるんで、一応ね。一応言っとくとね。新入生だけ見てて、最初からいるクズ鉄どもの能力を見てなかった。あー、どうせ使わんからな。最初のクズどもは誰も使わんからな。あれ、あと内気が何人いるかだけ見とくか。鈴木信と関戸か。よし、いっか。まあ、最初の2、3年はね、転生プロでもいない限りは、消化試合みたいなとこあると思う。あ、なんかでもあんま変わってないな。この辺の UI とかもね、レギュラーメンバーが誰かこう見れたりしないの、相変わらず変わってないの。マジで留学生が増えたのと、難易度がちょっと変わったぐらいなのかな。結局魔物なんか強いみたいなコメントあったけど、変わんなかったんだな、その辺。もうこれ以上のナーフは不要って判断なのかな。まあ、練習試合なんでね、雲とかゲジゲジもめっちゃ出たの。あれ、今回の栄冠もしかして簡単か？なんだ？蛇行になったんかね。さっき蛇行になったって言っていたけど。打ちすぎじゃね？ 1 年目にしては。俺のひいおばあちゃんより長生きしてるじゃん。え、楽勝か？え、めちゃめちゃ打つやん。ご長寿番付みたいなやつに、なんかノミネートされてるらしい。え、めちゃめちゃ打つやん。簡単か？お、1年目で優勝していいっすか？え、余裕か？今回。1日で終わっちゃうじゃん。もうちょっと、あー、なんだこれ！お！すごい！ようやく、この機能が、6年越しぐらいに実装されたな。え、そのゲージゴミなの？なんでだよ。もう1年目と2年目の試合なんて、監督見に行ってないからね。だから攻めの伝令がダメ説もあるよな。何なんだろうね。何が本当の情報なんだろうな。つか、マジで蛇行じゃね？今回。やばいな。1年目から打ちすぎだろ。蛇行ってことは、あれなのかな？総力上げるの、間違ってる説ある。逆に今でも相手がめっちゃ打ちまくって、守備機会が多いから総力上げといた方がいいのか。あ、でも総力はでもどの道、どっちも大事だからな。守るのも攻めるのもね。あれ、俺のなんかパワープロだけ違う？あれ、なんか俺のパワープロだけ、みんなのパワープロと違う？アップできた。あれ、俺のパワープロだけなんか違うな。みんなと違うな。いや、さすがにスクイズもったいないはないんじゃない？スクイズなんてすればするほどいいからな。スクイズの通りいいな。なるほど。お、よし、ここで、ピッチャーに注射を注入しよう。よし、復活した。体力も復活して、それはもうお注射や。蛇行だからね。まあね。これか、もしかして。これか、これか、噂の。来た。いや、まだね、いろんな情報入り乱れてるからね。守備伝令が悪いのか、何が悪いのかみたいな。まだ分からないからな。もう襲えるやん。
余裕か？確かに失点やばいね。すげえ失点するな。まあピッチャーの能力が悪いといえば悪いんだけど、今までみたいにあれなんだ、同じピッチャーで乗り切れなくなったのかな。まあでもそれもまあ来年以降別にピッチャー2枚育てればいい話だしな。今桃の食らってる、桃の食らってるもん。そしておい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 、魔物食らってるな、食らってるなこれ。このゲームのピッチャースタミナ育てないでバフでどうにかするのが鉄板だしな。栄冠なんかだんだん簡単になってってたよね、今までね。難易度が緩くなってってたのはそう、まあ魔物の強さもナーフはされてたけどね。いや多分相当蛇行なんだろうな。あーなるほどね、分かってきたかもしれない。そういうことか、だからか。これ打撃鍛えた方がいいかもね、来年から。だからコールドした方がいいって言ってたのはそういうことか。この操作をどれだけ減らせるかが多分あれなんじゃない、勝てる鍵になってんじゃない。そう、多分打撃メタなんじゃないかな。ひたすらミートとパワー上げて点数取りまくって乱打戦に持ち込んで、まあコールドで勝ち切るか、この操作になってボコられるかみたいな。まあ多分そういうことだろうね、守備操作減らして戦うのが一番良さそうだな。今回のメタはそうっぽい。だからあれだよ、10点取られたら20点返すんだよ、30点取られたら40点返せばいいんだよ。終わった頃にはバスケみたいな試合になってそう。なるほど、メタつかめましたね。そういうことか、つまり今回の栄冠は蛇行。まあ寿命は縮まったけどね。ヒロタお前が投げるんだ、お前がいくら打たれてもお前が投げるんだ。このゲーム分かったな、お前が責任を取るんだぞ。これがね指導方法なんですよ、やっぱ高校野球って教育なんですよね。自分の責任は自分で取れっていう指導方法なんですよね、これが。逃げるんじゃねえぞと。あー本当に蛇行っぽいな、ある程度打てるもんな。もうミート上げまくるか、あとは どっちなんだろうね、ホームラン環境なのかミート打ちが強いのか、どっちかっていうぐらいかな。あと、まあ、ミートなんだろうな多分。ヒロタ分かるよな、お前が投げるんだぞ。ヒロタ今159球投げてますね。彼のスタミナは F です。ちょ、魔物の性能見たいからな、ちょっと返せるかな。こんなに蛇行だったら魔物強いんじゃないの、めっちゃ魔物強いだろ。さすがに8点差になると許してくれるっぽいな。じゃあ鈴木慎行こうか、まあ、1年目なんでね、踏めればラッキー。おお来た、転がせば相変わらず強いのかな。いやこっから大逆転あるかもよ、北アラブの。たまに当ててくれれば。どうだ、え俺相変わらずだな、すごいな、変わってないな。バットにね当たるかどうかなんだよね、まあ、蛇行らしいから当たってほしいけど。もう当たりはするな。だから魔物が強いって言われてんのかな、そういうことか。とりあえず弾に当たるのか、やっぱ打ち気魔物ゲーなのか、結局はそういうことなのか。じゃあプロ選手送り込んで人格本買いまくってひたすら人格構成させ続けるっていうメタが今回も使えるわけですね。おお、いやでもこれあと7点返さないといけないからな。え、話が違いますよ、話がだいぶ違いますよこれ。魔物が強いって話はどうなったんだ。話がちげえじゃねえかよ、
2アウトから6点返さないといけないのつらいな。大丈夫、相手のピッチャー壊したらワンチャン。第4球は打ちました。ピッチャー真正面、ピッチャー返し、中山掴んだ、一塁へ送る、あーっと送球それた、投球はこれから3球目、流し打ち、おお、いけんじゃないの。これよ、いいよ、5点差で、5点差あるよ、まだあるよ、まだあるよ。うおい追いつける、追いつける、これがアラコーナインの野球よ。13対11、少年野球かな。マジで少年野球やん、やばいな。当ててくれ加藤、頼む。第3球を投げました。うわー、まずい、それやばい、こけろ。ああ、一塁キャンバス踏んでアウト、ゲームセット。張本、初戦で敗れてしまいました。残念ながら1回戦。いや、まあまあまあ、1年目なんでね。13対11、あ、下がんな、あ、下がる、下がる、めっちゃ下がるやん。え、めっちゃ、待って、めっちゃ下がるやん。え、何これ、は、オーバーウォッチの方がマシだろ、まだ。